マイケル・アレン・ブロードウェイは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、マクラッケン郡パドゥーカ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグのユカタンライオンズ所属。相性は大柄な体と90マイルパーワー。後半の速球を投げることからボーンクラッシャー。2005年の MLB ドラフト4巡目で、アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。 ブレーブス、サンディエゴ・パドレス、ワシントン・ナショナルズ参加のマイナーチームでプレー。アレックス・ラミレスの現役選手時代には、ベネズエラのウィンターリーグで同じチームに所属していた。2014年のシーズン前にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約。2015年6月12日にメジャーリーグへ初昇格。アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で公式戦デビューを果たすと、 1>, 1イニングを無失点に抑えた。7月3日にジャイアンツ参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格。メジャーリーグ公式戦では通算21試合の登板で0勝2敗、防御率5.19という成績にとどまった。2016年にはジョージ・コントスの故障に伴って4月19日にメジャーリーグへ再昇格。 公式戦4試合に登板したが、通算5回3分の1イニングで、防御率11.81を記録するなど振るわず、トリプル A 級サクラメントへ、再び降格した。7月4日付で自由契約。横浜 DNA ベイスターズ時代2016年7月14日に、ラミレスが一軍監督を務める NPB の横浜 DNA ベイスターズと契約したことが、球団から発表された。 中継ぎ投手としての起用を念頭に置いた契約で、背番号は97。契約後の8月17日には、対東京ヤクルトスワローズ戦の7回裏から、救援投手として一軍デビュー。最初に対戦したウラディミール・バレンティンへの初級で、ソロ本塁打を浴びると、その後も自身の失策などもあり、1イニングを自責点に1ながら5失点を喫した。セントラルリーグの公式戦に、 初めて登板した投手が最初に対戦した打者への初級で本塁打を浴びた事例はこのシーズン序盤の3月31日にカイルデイ・ビーズが記録したことについで史上3例目一軍公式戦には通算5試合の登板で防御率4.50を記録したチームは史上初のクライマックスシリーズ進出を決めたが自身は8月31日に出場選手登録を 抹消されると一軍へ復帰できないままポストシーズンを前にアメリカへ帰国。同シリーズ終了後の10月17日には選手契約を更新しないことが球団から発表された。2016年12月13日にナショナルズとマイナー契約を結び翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から 参加の AA、A、級シラキュースチーフスでプレーしていたが、5月31日に自由契約となった。6月22日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、参加の AA 級モンゴメリービスケッツへ配属された。オフの11月6日に FA となった。12月15日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2018年6月12日に解雇となり、 6月30日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。2019年は独立リーグアトランティックリーグのサマセットペイトリオッツと契約。7月19日に現役引退を表明した。2021年5月28日にアトランティックリーグのウェストバージニアパワーと契約を結び現役復帰を果たす。パワーでは10登板で6月22日に 放出されるまで防御率1.42と安定していた。25日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約を結んだ。身長196センチメートルの長身から投じる最速時速158キロメートルの速球にスライダーを織り混ぜる力投型の大型右腕。ありがとうございます。